プランクで肩が疲れてしまう人は今回の動画がおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、プランクで肩が痛くなる人向けのエクササイズを2種目紹介します。各20秒ずつ行っていきます。まず今回の結論からして、プランクで肩が疲れてしまう人は肩が弱い、肩が硬い、筋トレをするべきということになります。まず肩が痛くなる原因としてはですね、三角筋が弱い、肩の筋肉が弱いとプランクをしている時にお腹よりも肩が先に疲れてきます。肘の位置です。肘を前に出せば三角筋の後ろ、もし体が前のめりになってしまっている場合、肩の下よりも体が前に行ってしまっていると前の三角筋が疲れてきます。そういった原因で腹筋が効く前に肩が疲れるといった感じになります。まず改善としてはですね、プランクプラス三角筋を鍛えるエクササイズを行うべきです。もう一つはプランクプラスプッシュアップをすることで二の腕、肩鍛えられますので、通常のプランクがより効きやすく、肩よりも腹筋に効かすことができます。ではやり方を説明します。まずプランクプラス三角筋を効かすためにですね、まず通常のプランクの形を取ります。骨盤は前傾ではなく後傾です。この状態で体が左右に触れないようにパンチパンチといった感じで、できるだけ体がこう寄らないように同じ位置でパンチをします。これをまず20秒間一緒にやりましょう。手を前に伸ばすことで前の三角筋が鍛えられます。次にプランクプラスプッシュアップです。プランクの状態から手をついて上がる、肘をついて降りるといったのを20秒間繰り返していきましょう。そうすることで肘を前に出したプランクの時に上腕三頭筋が強くなってますから、体を支えることができます。そしてプランクから立つことによって三角筋も鍛えられますので、通常のプランクができるようになってきます。では各20秒ずつ行っていきましょう。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、プッシュアップです。1、2、3、4、5、反対です。6、7、8、9、10、お疲れ様でした。20秒というのがね、ちょっと目安ではあるので、だいたいですね10回といった感じになります。おさらいなんですけども、2種目各20秒エクササイズを行いました。そうすることで肩の弱い、肩が硬いということのところが改善されていきます。この2種目プランク×三角筋、プランク×プッシュアップ、これをすることで膝をついたプランク、肘を前に出したプランク、椅子の上でやるプランク、いろんなプランクに対応できる肩ができてきます。頑張った方、勉強だった方、よかったらコメントとグッドボタンよろしくお願いします。 SNS されてない方はよかったらシェアよろしくお願いします。今回のエクササイズをすることで必ず腹筋に効く前に肩が効いてしまうといったことが、原因が改善されますので、毎日頑張ってみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。